い、こんにちは、りほこです。今日は私いつも割と乙女ゲームのねお話をしてるものになるんですけど、動画見てくれてる方ももちろんね、やっぱ乙女ゲームの話してるので乙女ゲーマーさんが本当にほとんど多いと思うんですけど、中にはまだね乙女ゲームをやったことないけど動画見てくださってる方とかも結構いらっしゃってて、結構最近質問っていうかDM とかリプとかで乙女ゲームやったことないんですけどどういうゲームなんですかっていう質問をねちょこちょこいただいてたので、今回は乙女ゲームについて語っていこうと思います。はい、乙女ゲームについて語っていくっていうと本当いつも語ってるじゃんって思うかもしれないんですけど、その作品についてっていうよりかはそのもう乙女ゲームっていうジャンルについて話していこうかなと思うので、まあね、みんな乙女ゲームについてね、もうみんなハスのようにね男も攻略しまくってると思うので、男の知識も豊富だし、まあ何でもね知ってると思うんですけど、まあ私がね思う乙女ゲームについて話していこうかなと思うので、よかったら聞いてくれたら嬉しいです。まず乙女ゲームってなんだろうって思う方、まあ、今ね女性向けゲーム育成ゲームだったりとか男の子がねたくさん出てくるゲームだからねたくさんあると思うんですけど、乙女ゲームっていうジャンルだと簡単に言うともう恋愛シミュレーションゲームっていうのかな、恋愛するゲームですね。主人公が、まあ、女の子ヒロインちゃんっていう主人公がいて、で大体ですね、まあ、絶対でわけじゃないけど大体一つの作品につき攻略キャラがね、まあ、4、5人ぐらいいるんですよね。で4、5人ぐらいいて、で自分が選んだ選択肢とかによってその ABCD っている攻略キャラの好感度が変わっていく。なのでその狙ったキャラの好感度が上がるようなセリフを自分で選んで、あたかも自分が恋愛してるような感覚で好きな彼を攻略していくっていうものになっております。ただその乙女ゲームの楽しみ方っていうのもいろいろありまして、まあ、自己投影型っていうんですかね、自分をヒロインちゃんに置き換えて自分がね恋愛しているかのように楽しむ、自分と攻略キャラとその恋愛を楽しんでいくっていう楽しみ方と、あとはですね第三者型ですね、もう私は壁でいいわっていうタイプ、そのヒロインちゃんと自分に置き換えないで第三者としてそのヒロインちゃんと攻略キャラとの恋愛を見守りたいタイプっていう感じでね分かれると思います。まあ他にもいろんな楽しみ方はねあると思うんですけど、私は第三者型ですね。その本当にヒロインちゃんと攻略キャラとの恋愛を見守りたい、一つのね物語を見守っていきたいっていう感じのタイプになってます。なので乙女ゲームでもいろんな楽しみ方ができるっていうことですね。まあ簡単に言うと本当にそんな感じです。でね、結構言われてるのは、まあ、恋愛シミュレーションゲームなんでね、もう恋愛するだけなんでしょとか、まあ、ただねイケメンに囁かれるだけなんでしょって結構思いがちだと思う。まあ、確かに乙女ゲーム本当にたくさん種類あるんで、私も自分の中ではね、まあ、ちょいちょいやってる方かなと思うけど、まだまだ知らない作品たくさんあるし、世の中にはね本当にたくさんの乙女ゲームあるので。もちろんね、まあ、学校で一緒に帰ったりとかデートの約束したりとか本当に恋愛をするだけのゲームももちろんあります、まあ、そういうゲームとか、あとは恋愛があんまりないゲーム、本当にシナリオが重視で、で、まあ、攻略キャラと主人公とお互いねいろんなことがあって支え合って何かのね目標に向かっていったりとか、まあ、恋愛はね最後にちょろっとあるみたいな感じのねだったりとか、まあ、小説みたいに本当恋愛するっていうよりも読み応えがあってシナリオが来られてるゲームだったりとか、あとはミニゲームがたくさんあったりですとか、あとはシナリオっていうよりかはシチュエーションごとにときめけるゲームだったりとか、まあ簡単に言うと、まあ、ディアラバとかもそうかな、ディアラバとかマジフォとか一つ一つのシチュエーションごとにキャラとねなんかいろんなことがあって楽しめたりとか、そういうのとか、シナリオゲーとかだったら、まあ、簡単に言ったらアニメとかでもやってるゴードリアライズとか、あとは歴史を学べるゲームとかね、白鸚記とかねすごい人気な作品なんですけど、そういったものがあって、まあ乙女ゲームにもいろいろなジャンルがあるので、1個やってね、あちょっと乙女ゲーム合わなかったかもと思っても、結構 2,3 本やっていろんなジャンルやっていくと、えこれ乙女ゲームなのめっちゃ面白いじゃんっていうのに巡り会えたりとかねするので、そうやってねなんか自分が好きな系統っていうか乙女ゲームのジャンルとかも見つけてってほしいなって思います。あとね言われたのが、乙女ゲームって何をするゲームなの、仕組みがわからないっていうのを言われたことがあって、でこれはそのまあ恋愛シミュレーションゲームなんて恋愛するゲームっていうのはね結構ご存知かと思うんですけど、選択肢がねあるのでそれによって好感度が上がったりですとか、あとはねミニゲームとかで、例えばミニゲームによって魔術の属性が高まったりとかで、高まれば高まるほど良かったりとか、低くなったらバッドだったりとか、そういうのもあったりとかでね、エンドとかもあって、これ全くねやったことない人からしたらちょっと説明が難しいかもしれないんですけど、ヒロインちゃん主人公がいて、
まあ、攻略キャラがね4人ぐらいいて、で大体の乙女ゲームは最初序盤が共通ルートって言って、まあ、彼らがどんな人か知ったりですとか、話のね全体の雰囲気をつかむためにどんな感じのお話なのかっていうのをつかむために序盤のね数時間は共通ルートになってます。で攻略したい方の好感度によって個別ルートに入ります。ここからがね、まあ、恋愛に入るものが多いですね。だんだんお互いのこと好きになり始めてとか、恋人になっていったりですとか、でまあ個別に入っていって、そこでまた個別に入って選択肢だったりミニゲームがあって、それによってねエンドが変わる。まあ、ちょっとね見にくいかもしれないんですけど、ヒロインがいて共通ルートがあって、で選択肢によってどのキャラのルートに行くかってことで個別にこう入っていて、でねその選択肢によって、まあ、大体のゲームはハッピーエンド、まあ、好感度が高いと、まあ、お互いが好きになっていって恋人になって幸せなね未来に向かって走っていくっていうハッピーエンドがあって、そして選択肢ミスってしまって好感度下がってしまった時、このねバッドエンド、大体はねバッドエンドっていうものがあります。なので好感度によってハッピーエンド、バッドエンドっていうものがあります。でね、これはね私乙女ゲームやりたての頃はバッドエンドとかってダメなものだと思ってて、例えばマリオのゲームオーバーみたいな感じで死んじゃうみたいな感じで、バッドエンドは良くないものかと思ってたんですよね。だからそうじゃなくって、もちろんすごい悲しいねエンドあるんですけど、それもね乙女ゲームの楽しさなんですよね。結構今の乙女ゲーム殺伐していて、攻略キャラにねぶっ殺されてしまったりとか、あと親族のね首持って追っかけてきたりとか、あとは逆に主人公がねヒロインちゃんが攻略キャラのことで刺しちゃったりとか、結構物騒な話がね多いんですけど、まあそうじゃなくてただただ結ばれなかったエンドとかもあって、そのねバッドエンドとかがねすごい切なくて、それが良かったりします。まあ、非恋エンドって言ったりするのかな、ちょっと悲しさがあってでもその悲しさがいいなだったりとか、だいたいねエンド何個もあるゲームあるけど、大まかにはだいたい2つに分かれてます。なので少女漫画とかだとやっぱりどうしても、少女漫画私も好きなんですけど、基本的当て馬キャラ報われない、私はこのサブキャラが好きなのになとかあると思うんですよ。でも乙女ゲームだったら結ばれるのが一人じゃないので、例えば少女漫画の当て馬ポジションが攻略キャラだったら、そっちともね付き合えることができるっていうのがね乙女ゲームの楽しさかなって思います。あとはわりかしね思われがちなのが、乙女ゲームのヒロインちゃんはただ守られてるだけなんでしょってね思う方いると思うんですよ。そんなことない、むしろヒロインちゃんがめちゃくちゃ強かったりとかパンチ効いてたりとかするし、もちろんね守られてるだけのヒロインちゃんもいます。でも守られてるだけでイケメンの男が寄ってくる、それダメですかってめっちゃ思いましたね。守られてるだけのヒロインちゃんもいいし、むしろヒロインちゃんから攻略キャラのこと守っていくのもいいし、今ねゲームによっていろんな性格の女の子いますんでね、あこのヒロインちゃん可愛いとか、こんな子になりたいなとか思いながら私はゲームしてます。結構可愛い女の子好きなので、そのゲームやる時もその主人公ヒロインちゃんの顔を見て、あこの子可愛い、やりたいって思ったりすることも多々ありますね。あとは乙女ゲームやってるっていうと、なんか飢えてるのみたいな感じにね言われたこととかあるんですよ。え飢えてるって何って思って、結構やっぱみんな勘違いしてる、本当にイケメンにささやかれるだけかと思ったら大間違いって思って、本当に話がいいんですよ。めちゃめちゃ泣くし、人生について学べるし、むしろその恋愛について学ぶとかじゃなくて、まあ、歴史のこともそうですけど、いろんな知識が得られるんですよね。まあ、最近だったらお花の知識だったりとか、あとは科学の、ね、知識だったりとか、まあ、タイムリープものとかも多いのでね、そういうなんか粒子系なね知識だったりとか、まあ、あとはなんか動物の知識だったり、あと忍者の知識だったりとかただね生きてるだけだったらね得ることのできなかったね、いろんな知識を得ることができるので、そういった意味でもすごい楽しいなって思います。で本当に話が壮大なので、飢えてるのとか言われたことあるけど、君たちもなんか恋愛ドラマとか見るでしょとか思いますね。本当にそれと同じ、恋愛ドラマとかにすごい得るものがたくさんあると思うんですよ。それと同じで、私はこっちから乙女ゲームから摂取してるんだっていう感じですね。本当に本当に乙女ゲームからはねたくさんの幸せもらってるんで、乙女ゲーム好きなことが私の誇りですね。乙女ゲームに出会えてめっちゃ良かったなってすっごい日々思ってます。まだね乙女ゲームやったことない人はね、自分がどれやればいいかわからないって思うと思うんですよ。いっぱいあるからどれも気になっちゃうし、どれが面白いのかわからないって思うと思うんですよね。でもちろん、まあ、評価見てねこれ面白そうだなって思って買うのもいいし、理由なんて何でもいいんですよ。本当に好きな声優さんが出てるからとか、この絵師さんが好きとか、
パッケージ見て一瞬で絵が気になったとか、あとは好きなライターさんがいて気になったとか、まあ、ゲームやってなかったらライターさんが好きとかないかもしれないですけど、まあ、そういうのだったりとか、あとはなんか友達がやってたからやってみたとか、もう何でもいいと思うんですよ、理由なんて。で、まあ、初めて見てそのゲームがね自分を変えてくれる作品なのか どうなのかっていう感じで、面白かったらねまた他の作品漁ってみるのもいいし、いろんなね世界があるのでそれをね知ってほしいなって思ってます。私がね最初に乙女ゲームやったのが結構割と遅くて、乙女ゲーム始めたのが多分17歳とかそんぐらいの時かな。歌プリのゲームをね初めてやって、歌プリのゲームだと攻略キャラがねアイドルで作曲家のヒロインちゃんとの恋愛のゲームなんですけど、結構ねギャグ要素があって笑える感じのね、笑いでときめけるみたいな感じのゲームなんですよ。もちろんね泣けるところもあるんですけど、基本的には笑いどころが多くてやりやすい感じのゲームで、やっぱねキャラがすごい強かったりとか歌がすごい良かったりとかね、こういろんな良さがあるんですけど、それをやってね乙女ゲーム面白いなって思って、でその後にたまたま買った、本当もう見た目で気になったっていうのかな、クロックゼロをやってみて、え乙女ゲームってこんなに泣けるのって思うぐらい泣いてしまって、もうその時は私も乙女ゲームについてもアニメとかはね好きだったけど、そんなに知識もなくて、そんなに世の中にこんなに乙女ゲームがあるっても知らなかったし、泣きゲーっていうものも知らなかったし、そんな状態でなんとなく買ったクロックゼロがすっごい泣けて、乙女ゲームってこんなに面白いんだって思ってめちゃめちゃ沼にハマりました。うん、もうそっからねちまちまやってたらこんな感じになっちゃったんですけど、でもねあの時クロックゼロに出会えて、あの時ヨタプリに出会えたから今の自分がいるんだなって本当に思います。あの時買ってよかった本当に。うん、なのでねいろいろ作品あると思うんですけど、なんか自分を変えてくれるような素敵な作品にねみんなが出会えたらいいなってすっごい思います。なのでね私もみんながね素敵な作品に出会えるように手助けしっかりね面白かったゲーム発信していこうと思うので、これからもねよかったら見てくれたら嬉しいです。まあ、もちろんね乙女ゲーム人と恋するだけではないので、宇宙人だったりとか人外あやかしだったりとか AI だったりとか、いろんなね恋愛ができるので、3次元ではねできない恋愛をねすることができるので、それもね楽しんでほしいなって思います。中にはね女の子とのねエンドもあったりするものもあるので、いろんな楽しみ方がねできていいかなって思います。っていう感じで乙女ゲームに恋する乙女ゲーマーの乙女ゲーム講座以上です。まあ、いつものねグダグダ語りになってしまったんですけど、もっともっとね乙女ゲームのねファンがね増えたら私も嬉しいなってめっちゃ思います。ファンとして私も嬉しいです。これからも乙女ゲーム応援していこうと思います。はい、今日は以上になっております。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。